キンプリ高橋山、平野潮らが脱退した5人最後の5月22日に見せていたい方とのコンビ愛。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野耀岸優太、神宮寺勇太が脱退し5月23日からキングプリンス以下。 金プリは高橋山と長瀬角の二人体制になった。5人での金プリ最後の日となった5月22日は別れを惜しむ時間もメンバーが揃うこともなかった。高橋さんはこの日日本テレビ系で放送中の主演ドラマ、だが情熱はあるの撮影に参加していました。 昼頃から夜遅くまでの長丁場でメンバーと会う時間は作れなかったのかもしれません。目撃したファン、イカドードラマはオードリー若林正康と南海キャンディーズ山里亮太によるユニット、足りない二人の反省を描く物語。この日、撮影していたのはオードリーがブレイクするきっかけとなった M の1グランプリ2008の敗者復活戦のシーンだ。 オードリーは、この年の敗者復活戦で勝ち上がり、決勝に参加して、準優勝を果たす。以降、テレビに欠かせない存在となった。高橋が演じているのがオードリー若林。春日俊明役の戸塚純樹が相方を務めており、当時のオードリーが披露した、実際のネタを演じてみせた。 5人最後の日も仕事に集中する高橋、実際の敗者復活戦が行われている大井競馬場を模して神奈川県内にある別の競馬場にセットが建てられていました。昼間は敗者復活戦でネタをやるシーンを撮影していました。共演者も高橋さんも5人最後の日ということを特に意識せず目の前の撮影に集中していたように見えました。 日中は汗ばむ気温の中、ドラマ内の季節設定は冬の12月。高橋さんの衣装はスーツだったので本番中以外はジャケットを脱いでワイシャツ姿になっていました。コンビ愛が芽生えているのか、戸塚さんとはとにかく仲が良さそうな様子。合間に談笑したり、カメラで遊ぶ戸塚さんを見て、高橋さんが笑う場面もありました。ネタに挑む様子は芸人そのもの。 とつかさんと何度もネタ合わせをしていました。高橋さんがスタッフに頭を下げて、披露したネタの反省点を聞いているような姿もありました。何度もカメラの角度を変えて撮影しており、古尺のネタを何回もやっていて、200名ほどいたエキストラにも受けていましたよ。ただ、その撮影が4時間以上かかっていたので、最後の方は、さすがに少し疲れた表情になっていました。 率先して現場を盛り上げた高橋、暗くなっても撮影は続いた。夕方以降に撮影していたのは敗者復活戦でオードリーが勝ち上がってタクシーで決勝戦の会場に移動するシーンでした。撮影が始まる前、南海キャンディーズ山里さん役のシクストーンズ森本慎太郎さんと、 敗者復活戦のレポーターのような役をしていたマジカルラブリーの村上さんとオードリーの2人で談笑していました。別の目撃したファン、イカドー同じシーンを何回も繰り返し撮影していたが、実際にオードリーが勝ち上がった時の写真をスタッフと一緒に見ながら動作の確認をしていたようです。撮影も終盤が近づくと現場の空気を盛り上げようとしたのか、 高橋さんが率先してテンションを上げていたようでした。新しい金プリはこっから始まんだ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。